はい、新仮面ライダーの方のコーナーを見終わりましたので、次はウルトラマンとかゴジラとかエヴァンゲリオンの体験ができる隣のコーナー行きましょう。ソフビを作る疑似体験ができるゲームコーナーだって、1回1100円お願いします。はい、こんな感じのスペースになってる。なんか出てきそうなとことか銃とかあるんだけど、ソフビの元を今こっちに書いてあるんだけど、ソフビの元を選ぶ、これがソフビの元ですね。じゃあでかいやついこうかな。これでこちらの投入口に、はい、失礼します。はい、入れた。ありがとうございます。今入れていただいたソフビの元をこの後混ぜていただきます。ハンドルを回して。わあ、ザ体験イベントって感じ。こうやって、はい、回しました。結果が表示される。あ、ソフビ賞。あ、なんだ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 。おお、新仮面ライダー。仮面ライダーソフビ賞当たったって。無色のソフビができました。はい。はい、で今からお客様にこちらのソフビを色をつけていただきます。はははは。ソフビに色を塗ろう。あ、これ持つんですね。ありがとうございます。はい。お、あーで今ね僕銃をね、あ、ちょっと銃振動する。おーほ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 ー、塗装完了、塗り終わりました。これも全部あれだからね、ゲームの一環だから。こちらのドアを開けていただきます。おめでとうになってて、はい、開けると、おーすごーい、わー、これはで、これ限定カラーなんですもんね、はい、っていう。でこれで僕が今塗った、まあ、実際はこう塗りたてじゃないんで、あ、大丈夫、すぐ持てるんですけど、ゲットしたソフビをすぐ入手可能と。このソフビが、いろんなソフビたちじゃなくて、ソフビが当たらなくてもこうやって一緒にディスプレイできますよってものになってて、てかムービーモンスターシリーズ最近ちょっと価格そこそこするから、もし1100円で出たらかなりお得ですよね。でこの他のカラーのアイテムがこんな感じで、新ジャパンヒーローズ並んでると。てか待って、ソフビ出なくても大当たりじゃねみたいな、かなり分厚めなアクリルスタンド。あ、そうなんだ、ラインナップされてる。理想はこれとこれとかがパンパンって出るといいっすよね。で入り口の方にあるのが、これがエヴァンゲリオン VR になります。なるほど、もう背景がネルフっぽく、あ、てかもうディスプレイもこうネルフになってますもんね。持っていただく感覚がリアルに味わえる VR になってます。ちょっとこれ僕気になりすぎてちょっと乗ります。やばい、没入感すごい。この辺のさ、トリガーとかが、これ一見するとほらエヴァっぽくないじゃん。だけどこの VR ゴーグルを装着してここに乗ると、この向こう側にエヴァの世界が広がってて、でこの辺がね完全エントリープラグの中になるんですよ。目の前360度言い過ぎかな、目の前もう全部格納庫とかになってて、で自分がエヴァ乗ってるコックピット LCL の注入とかあって、でバーンってこう地上に出るじゃんエヴァって、こうそのシーンとかも、これねマジでやった方がいい。これは出てくる、こう上にバーンって出ると使徒が待ってて使徒と戦うっていう。これ1回1000円らしいんですけど、友達とかとやって大興奮ではしゃいでほしい。ほんとすごかった。もうあとね 2,3 回やりたい。あ、ほらほら、これ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 、こんな風に、これこれやばくない、これ VR ゴーグルでこれほら射出されるんですよ。これ体験、実際揺れるから音もすごいし、ほらこんな風に、あ、なるほど、協力プレイみたいなのができるのか。はぁ、こうなる今プロモーション映像わーって言ってるけど、実際こうなる。オーバーリアクションとかじゃなくって、武器取らないとなってた。そう、武器、僕はね負けちゃいましたね使徒に。あ、なんかこんな風なスピード感、あ、こういう行動もできるんだ、ダッシュからのジャンプみたいな。あ、放心状態になってるけど、いやこれすごかったわ。新ウルトラルーレットってどういう、あ、分かった、これくじ的なやつだ。そうですベーターカプセルを押してこれが1回500円で、あれだ、このこれの画像映像に合わせて押すと。そうです、はい、押してください。じゃあ、あ、いいんですか、はい、てい、ちょっと映像は今あえて映さないんだけど、
おー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 、戦ってる。 C 賞、 C 賞出ました。はい、で C 賞なのでポストカードを出し、あ、はい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 、って感じで缶バッジだったりとか、はい、A 賞の場合はアクリルスタンド大きいっすね。そうですね、こういうのが当たる、はい、これが新ウルトラルーレット、はい、ゴジラ VR 気になったんですけど、これはですね、ヘリコプターに乗っていただいて、はい、あのゴジラに血液凝固タンを口の中に打つっていう VR 体験。ああ、はい、ゴジラ VR は1回1000円と。さらにその僕さっきから気になってるのが、この家督隊のあの新ウルトラマンの冒頭のテントみたいなのが気になってるんですけど、これどういう、これが1回1500円、怪獣第8号撃退作戦といって、あの謎解きのアトラクションになっていて、だいたいあの60分ぐらいかかる。あ、そんなかかるんですか。難易度が高い。すごい、本当に。じゃああれですね、大人が、まあ僕フード探偵もイベント行ったんですけど、はい、あれも謎解きが結構大人2人で考えて2、30分かかったみたいな、はい、でもご安心ください。ちょっとここを映していただいて、あのお子さんにもご安心なようにビギナーコースもありますので、難易度が、はい、難易度が選べると。あ、ここに座って、はい、このヘッドホンつけて、はい、指令が降りてきて、はいはい、その家督隊の一員になって怪獣の謎を解いていただくというアトラクションな。なるほど。このでも劇中再現っぽい室内がむっちゃいいっすね。これ多分なんか意味があるんだろうな。あ、冒頭のあれだってこういう、はい、あの連動したグッズも販売されてるそうです。なるほどね、これはやってみたい。新765作戦、これ何がモチーフのやつ。新エヴァンゲリオン、新ゴジラ、新ウルトラマン、新仮面ライダーが世界に入れるということで、それぞれあのゴジラが出てきたり、使徒が襲ってきたり、あのショッカーが暴れたりというところを、まあ、長官から指令が来るので、あのそれをマルチタスクであの対処していただく、ゲームになります。じゃあもう新ジャパンヒーローズ全部のせみたいな。うわー、あでもすごい、なんか司令部みたいになってる。そうですね、ヘッドホンをしていただいて電話が来るので、はい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 、に応じてこのパソコンを処理してもらって、こうタッチしてとかやる。そうです、あー僕が好きなやつだイベント、こういうイベント行ってる僕が好きなやつだ。でもこう世界観に没頭できるのいいっすよね。終わったらランク付けのこういうカードがあるんですか。あ、これ結構苦労になるの難しい。結構難しいと思います。これ今ぜひ触れてほしいって言われたんだけど、さっきこの辺のさ最新の一番くじ見たじゃん。ここに大きなパネルがあって、新ジャパンヒーローズユニバースのアートがあるんだけど、その下よ、カミングスーンってなってて、今は言えないけどここは触れてほしいって言われたんで。何、新たなシーンがあるってこと。これ今ねレオンさんならえーって言ってくれるっていう風に言われたんで、解禁されたらえーって言うわ。すごい、何が来るんだろうって感じで、新仮面ライダーコーナーも合わせて新ジャパンヒーローズアミューズメントワールド紹介しましたが、これも池袋のサンシャインシティのバンダイナムコクロスストアの一部に合体してる期間限定の施設になりますので、3月18日から5月21日までとちょい長いんですが、前のさフード探偵の体験イベントもそうだったけど、体験イベントマジでめちゃくちゃ思い出に残るすごいいいイベントなんで、これはぜひね行って、入場は無料だしフォトスポットもあるし、1回数百円から1000円ぐらいで体験できるいろんなものがありますので、特に手元に残るものも多いしね。コースサイトはこんな感じで、入場は無料だけど各ゲームはこういう価格でできますよっていうのが細かく書いてあります。まあとりあえずここ行けば超巨大なガシャポンワールドもあるし、クレーンゲームのゲームセンターもあるし、バンダム系のでなりきりワールドもあって、新ジャパンヒーローズアミューズメントワールドもあるっていうね、とんでもない場所になってますので行ってみてください。以上レオンチャンネルでした。